皆さんこんばんは、ゆみです。今日は驚異の提供割合 2.4% プレミアムセレクションガチャを引いていきたいと思います。はい、ということですね、皆さんがめちゃめちゃ確率やばいと言っていた、ルシファーのガチャだったりとかガブのガチャだったりとかでも 1.8% なんですけれども、今回このガチャなんと 2.4% のキャラをしかも選択できるっていうことで、まあ、限定は対象じゃないんですけど、まあ、限定にする裏技みたいなのはちょっとあるんで紹介しますね。まあそうですね、私は持ってないところを選ぶか、ラック結構ガチャ引いてる人とか結構小三勢やってるやり込んでる方とかはね、ラック高いところを狙うのはマジでありだなと思います。通常キャラってやっぱ狙いにくくなっているので、私だったらまあローズとかもね、そうで、ラック上げる勢の方におすすめの限定キャラのラックを上げる方法なんですけど、例えばのんのちゃんとかだったら今ラック5なんですが、じゃん、のんのアルファの方にも混ぜることができるんですよ。でアルファとか、X とかですね、アポロ X とか、アポロは通常キャラなんですけど X は限定とかね、そういうハーレーとかも一緒です。でアルファ系もそうなんですけど、ボーパルソードとかもそうなんですけど、ノンのアルファに混ぜることができます。私はノンのアルファは全部でラック73なので、まあ、出てくれても嬉しいなっていう感じなんですよね。まあ、こんな感じで選ぶことも可能です。そうなんですよ。で、初毛のキャラを選ぶかラック上げを選ぶかでちょっと悩むんですけど、なぜかっていうと初毛のところはこんな感じのね、初獲得ガチャでゲットすることできるんですよね。定期的にモンパス会員なんで3ヶ月に1回は初毛ガチャ引けたりとか、まあ、他のキャンペーンとかね、いろいろで引けたりとかするので、自分でピックアップすることってなかなかできないんで、ラック上げするのマジでありだなって思うんですけど、私のガチャ限のラックは現在こんな感じなんですよね。通常でいくと、まあ、ガブちゃん90なんですけど実質運極分はいます。通常キャラだとヌボコが高いです。ヌボコ、信長もいけます。信長、あとジュリエット、ドロシー、ローズかなー。まあでもなー、あとローレちゃん、まあ、欲しいところでいくとローレか信長が欲しいかな、通常だったらっていう感じですね。ローレは全部合わせて86なんですけど、アルファの方にも混ぜれるっていうのもねいいよな。やっぱちょっと迷うけど、まあやっぱね、運極までいかないっていうことを考えるとね、初毛持っといた方がいいかなって感じなんだよな。他は持ってる感じですね。アルデバラン、水は福島正則さん、属性はプロテア、まあ、ラックも上げたいけど初毛ゲットしとくのが丸いかなって感じはするんですよね。で光属性が通常で持ってないキャラいないんでマジで迷うんですけど、そうですね、まあアーサーかモーツァルトか、モーツァルトもアルファの方混ぜれるんで、モーツァルトを全部混ぜたら65、75、80、モーツァルトにしよっかな。光はモーツァルト、闇もね全部持ってるんで迷います。まあモンタナありだな。カシギのことを考えるとモンタナはありですね。ラックも高いし、ラッキリザ来た時にねいいですよね。ってことでモンタナのラック上げに、光と闇はラック上げ、その他3体は持ってなかった通常キャラを選択しました。これで引いてみよう。運極近い人とかはね、今もう運極にするのに超いい。てかこれあれかな、無料は10連だけど、ほんとの引けるんで、まだ、うわー、おープロテア初ゲット、初ゲームれんのやっぱりかいですね。これ選び直せるのかな、どうなんだろう。あ、選び直せるんだこれ引いた後、えぐいな、マジか。いやキャラ的にはね、ゆぐちゃん好きだし、茨城童子も茨城童子アルファにちょっとラック混ぜてるんで、
ありなんだよな。まあでもな、ダメだ、ちょっと我慢しよっかな。どうしよう。いや、やっぱりコラボも来るんで、多分11月次のモンストニュースとかでコラボ発表あんじゃないかなって思うんですよ。そろそろね、ここは我慢ですね。では次、はい、それでは次ユミエル行きたいと思います。ユミエルはですね、持ってないところを埋めていきたいですよね。やっぱモンゴルフィエ姉妹、あとはまあ怪しい何かしら来るんじゃないかなと思うアルビーちゃん。いや、フーコーという選択肢もあったな。うわー、まあまあアルビーちゃんでいきましょう。いったと、モールスかわいいな。貴族生はね、中富の鎌足りも持ってるし、古いところも大体持ってるんで、モールスにしたいと思います。やっぱバコーンってこれ強いなって思うところ以外はね、新しいキャラが丸いのかなって感じするんで。いやー、シードルめっちゃ可愛いけど、性能的に来そうなのはアストロコなのかなって感じするんですよね。どうかな、そんなことないのかな。一旦アストロコにして、で闇はそうね、テセウスかな。これでいきましょう。テセウスはね、楽に、お、楽に使えて強いですよね。チョコのオーブ回収。じゃあ、うわー、いや、モールス可愛いよな。やっぱ見た目が超可愛いんだよな。これお手って絶対使いにくいけどね。トンツートントンツートントントンツートン。可愛い。愛してる。こんな感じなんだ。初めてボイス聞いた進化前。わあ。では次。はい、それではマナエル行きたいと思います。マナエルはですね、まあ、泡盛の方を取っておこうかな。これでいいかもしれない。と、まあ、メインで持ってないところを選択しとこうかな。貴族性は、うわー、ハムラマロを取っとこうかな。あ、いや、中富にします。持ってなかった。光は、ストルフォかな。ストルフォにしとこうかな。だいたい持ってますね。闇属性は、そうだな、テセウス持ってるから解体新書かモスコミュールかなんですけど、モスコミュールにします。はあ、かついですね。やっ、いいね、福島まさの。ひょうたんの顔めっちゃ可愛かった。中富はやっぱね、嬉しい。今はもう天馬ミューズが強いってなっちゃってるんですけど、中富は強いんで、やっぱポテンシャル高いですかね。もっといて損はないかなっていう感じはしますね。じゃあ次、はい、それではウサエルいきたいと思います。ウサエルは泡盛、水のアルビー、属性は、そうですね、まあメインで発言したばっかりのプロテアかな。あ、モールスにしようかなと思ってモールスピックアップしてるんですけどね、これね。モールスでいこうか。で、アストルでしょ。で、闇はハメルンパイプ。これでいきますか。2.4% はやっぱすごい出ますね。爆死の可能性も全然ありますからね。うわー、そう、爆死の可能性もあるんですよ。うん、今ちょうどね、見せたかったから、ありがとう、ありがとうって感じでした。じゃあ次、ではコアアカメいきたいと思います。コアアカメピックアップ済みです。泡盛、アルビーちゃん、坂の上のタムラマル、アスタラファ、テセウスいきたいと思います。
私ガチャってもう絶対に音出したい派なんですよ。わかりますか？たまに無音でガチャ引いてる。やあ、あんまりいいね。うん、このパキンパキンがないと。やあ、うわー、たまらんまろん。では次、はい、それではパトエルいきます。パトエルは選択済みです。モンゴロフィア姉妹、アルビーちゃん、モールス、アストロフォー、テセウスいきます。やばい、いいね、いいね。では次、はい、それではスーパーサーブ引いていきたいと思います。引きが良いこの子はですね、こんな感じでいきたいと思います。私の好きなキャラ詰め合わせガチャ、ローレとユグはね、もうずっと好きなんですよね。かわいい中心化絵画、早く来てくれたらいいなと思っております。ローレ、こいつ新書めっちゃいいね。ありがとうございます。それでは次、はい、それでは一番新しいアカウントなんですけど、 iPad を後回しで一番新しいアカウントを引いていきたいと思います。新しいアカウントなので古いキャラとかも全然持ってないんですよね。まあ、だがしかしやっぱりね、あの新しい子は新しいところで持っておきたいな。全然持ってないのにローレライ持ってるっていうね、素晴らしい素晴らしい引きです。やっぱね、サブアカはねメインの補佐なんで、うわー、まあ迷うけどな、迷うけどどうしよっかな。ユグちゃん、ユグちゃん持っときたい。中心化界で強くなると思っています。アーサー一刀、闇属性はまあデセウスかな。これでいきます、レッツゴだっけ、サリー、魔導士サリーみたいな名前じゃなかった。ワット、うわー、爆死なんだね。それで青魔導士サリーだはい、爆死でございました。次、ラスト、 iPad のアカウントを引いていきたいと思います。この子はですね、テセウスもモスコミュールも持ってるという素晴らしい引きをしております。でアルビーほとんどのアカウントで選んだんですけど、一体も出なかったですね。まだわかんない、今出るかもしれない。一体も出てないっていう、あ、っていうことは今出るかもしれないです。やあ、アーサー、最近ドクターストーンをね一気見しました、この iPad で。アルビーちゃん、おいね、ついにすごっ、3枚抜き、一番いい引き してんだから、もう本当に、ついにね、アルビーちゃんが、はい、ということでですね、本日はプレミアムセレクションガチャ全部で10アカ引いてみたんですけれども、どうだったでしょうか。皆さんは何を選択しましたか。何が一番欲しかったですか。ラック上げにしましたか。発言しましたか。ということで、もしよかったらコメントを残していただけるととても嬉しいです。
もし今日の動画良かったと思っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバイ。